お疲れ様です。お疲れ様です。今日は皆様にね、とっておきのアイテムをねご紹介します。ちょっとご依頼いただきまして、これはいいぞという、これからのギター人生、これがあることによって何割か幸せになるというアイテムが来たんですよ。楽しみですね何割も上がるってすごいですよねこちら、この3つ送っていただきまして、これ知ってます？ X-Vibe さんのこのね、ワイヤレスシステム、ギターの、うん、これ見たことありますよね。これ見たことありますね、はい、なんか使ってる方結構いられるんじゃないでしょうか、うん、これがまず1個と、こっち行こうかな、さっきこっちでかいやつ、これギタースタンド、すごいっすね。これなんかすごいな、これなんか小学校の時にこんなプラモデル買いませんでした？ありました。なんかこのサイズ感に親近感覚えますよねなんかゾイドとか、そんな感じ。ゾイド、ガンダムでしょ下で支えるタイプみたいなやつですけど、あとね、なんかね、これ一番興味深いですね。これなんすか？これね、イヤモニ。イヤモニなんすね。イヤモニって結構するじゃないですか。はい。をお手頃な価格で楽しめるっていう。俺いろんなところでイベントするんですけど、はい、マジで聞こえない時あるんですよ。バーってなって、はい、その時はやっぱ俺も昭和的な感じなんで、はい、やっぱ耳鍛えなあかんなと思ってたんですけど、はい、やっぱこれかもしれない便利なものがあるなら便利なものを使った方がいいっていう発想のもと、これちょっとね、後でちょっと試しますわ。じゃあ どっから行こう。まあギタースタンド行かってみますか。あ、こんな感じでございます。あ、こんな感じ。こちら、バタフライギタースタンド。うん。めっちゃかっこいい名前じゃないですか。なんか。こうやって。あ、こうか。あ。え、もうこれで OK？ あ、これで OK。んで、こうっすよね。あ。結構これちゃんと固定されてるかも。ちょっとここ見てください、これ。あ、これちょっとね、しっかりしてるわ。しっかりしてると思いません？これでも、あれですね、手前側じゃないですか。どういうことですか？こっち。はい。どっちでもええでしょだいぶ斜めやったなと思って。こっちか。多分そっちはアコギ側じゃないですか、幅が広いか。そういうことか、そういうことか、はい、これ結構このちゃんとこうゴムのやつとかしっかりしますね。結構安定感あります。安定感めっちゃいい。やっぱこれでしょちょっと怖くないですか？寝かしたらんとギターを疲れてるそう、めちゃ疲れてる思ってた以上にしっかりしてる感じが気に入りましたね。あ、こうか、こうか、で、こうなるといいっすね、軽量化。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあワイヤレス使っていきましょう。これは結構皆さんも使われてるんじゃないでしょうか。しかも値段お手頃ですよね、これ。あ、そうなんですか。1万いくらぐらい、まあ、これなんか、ここが付けるじゃないですか。1、2、3、4回点滅するんですよ。で、こっちも付けたら、1、2、3、4って4回つくじゃないですか、はい、青いのが、はい、ね、ってなるとチャンネルが合ってるんですって。だからここで来てるはず。あ、来てる来てる、あ、来てる来てる。全然音普通にいけますね、うん、昔のやつってそんなあれ、なんか音を途切れるとかやっぱあったのかな。ちょっとやっぱ立ち上がりがとかあったんですかね、うん、もうこれ全然ないっすね。
ストレスなくいけます、うんうんうん、じゃあ次のやついきますか。はい、これがヤモニなんですけど、どういったヤモニって使う、いや使わないです。だから使ってみたいなとかって思いながら、わからんっていうのもあるし、こんなやつなんですよ。これをね、どうやるんや、ちょっと聞いたらね、そんな難しくないっておっしゃってて、綺麗にこれを刺すんですね、多分ね。そういうことですよね。ガチャンとするんですよね、じゃあ。こういうことですよね。あの、多分500円ぐらいのあの、はい、イヤホン持ってきたんですけど。プロはこういうのほんまこだわりますから。プロのイヤホン使ってますから。はい、もう俺はもうあの、偽物のプロなんで、すいませんけども。オンにしました、今。ラインアウトに接続中です。西尾さんが頑張ってイヤモニのセッティングをしてます。めっちゃ顔険しくなってるでしょ。はい、職人の顔になってるでしょ。操作が分かりました。はい。ちょっと見てください、これ数字一緒じゃないですか。こうか、数字一緒じゃないですか。1と1と見えますかね、はい、これで、あの、もう刺せば OK なんですよ。刺したんですけど、んで、あ、来てますわ。クラッシュヘチマが流れてます。あ、めっちゃ簡単やな、これ。あ、めっちゃいいじゃないですか、これ。え？これめっちゃいいやん。これですか、はい、めっちゃいけますね。いやー、弾いてみましたね、はい、どうですか。いや、すごいなんかいいですね。ワイヤレスと、ワイヤレスイヤモニギタースタンド X5 みたいな。イヤモニ結構こう最近ね使ってる方とか増えたと思うんで、あのなんか前までは耳で何とかしないといけないのが、こういうの使えばスッキリ、はい、ストレスなく弾けるってめっちゃ演奏にでかいと思うんですよ、はい、なんかあの俺イベントで経験あるのが、はい、聞こえるか聞こえないかドキドキしてるみたいな、はい、いやそのステージを緊張してるんじゃなくて、はい、モニター環境どうなのかで緊張することがほんまあるんですよ。だからそういうのが解消されるんで、はい、めっちゃいいと思いますんで、ちょっともうあの全商品惜しいですけど、特にこれ良かったですね。ぜひ一回サイトとかネットのね評判とか見ていただいてご検討いただければね、いいんじゃないでしょうか。こんな感じでまたねどんどんアップしていきます。ありがとうございました。